Into the Mirror の服部です。中国には日本で知られた駅、陰陽道、風水などを包含し、老子を開祖とする道教という宗教があります。いわゆるタオの世界です。この道教の秘術の一つに陥落印というのがあります。陥落印は催眠術をかけたり特別な瞑想をせず、意識はそのままで異次元の世界に入っていき、向こうの世界を垣間見たり、天国や地獄を散歩して個人の霊に会ったり、あるいは高次元の存在からインスピレーションをいただいてくるという方法であると言います。わかりやすく言えば、意識はそのままで冥界世界、異次元の世界を旅することができるという秘術なのです。スウェーデンボルグの霊界日記ではありませんが、異次元世界を旅することができるというその実の存在を知り、私はとても興味を持ちました。そこで一度陥落院のセミナーを受けたことがあります。目隠しをして同志の導きで異次元の世界に行くわけですが、ただこの陥落院、簡単にその世界に入っていくということはできないと言われていて、私も例外に漏れずその世界に入ることは残念ながらできませんでした。しかし異次元の世界に入っていくというこの道教の秘術を、自分はその世界に行けなくとも何とか見てみたいという気持ちがあり、そこで台湾で道教を学び、風水や四柱推命の本をたくさん出している風水師の御堂隆二さんという方がですね、陥落院をやっているということを知って、なんとか御堂さんと交渉し、その様子を収録させていただきました。陥落院、その貴重な映像のダイジェスト版がこちらとなります。ぜひご覧ください。七夕呀，发吉祥的林那不会先是个干，林那不会先是山东子。すぐそこにある。もうすぐもうパラレルに重なってる世界なんです。その世界をもう本当にドラえもんみたいにどこでもドアを開けると、もうすぐそこに入っていける。こちらの参入者が向こうの世界につながってます。就将你你一个不话，一个杂过心碎心。そう思ったら、それを大切にすることだ。その感覚を大切にすること。それを無視せんことだ。それが悲しいことであれ、苦しいことであれ、ただそれを蓄積させていることだ。考えるというよりも観察するべきだね。みんな死というものは経験している。ただ忘れていくだけだ。そういう場所っていうのは、向こうの世界とつながる一つのやっぱし大きな扉があるんです。だから守らなきゃ。